これ録画ね、とりあえずアーカイブをコンピューターに、マイコンピューターに、ローカルに保存して、まあそのことどうでもいいんですけど。ちょっと今始まってるんですけど。え？トイレ？わかりました。はい、どうぞ。さっき来る前に行ってきたろ。はい。皆さん、こんばこんばんは。第61回メディアコミュニケーション活用塾メディカツでございます。本日のゲスト、美容サロン辛口アドバイザー、これでいいですか、肩書き。はい、はい、美容室サロン辛口アドバイザーの斉藤由美子さんでよろしくお願いします。いやー、斉藤さんね、はい、実は斉藤さん、昨日、ね、新潟からはるばるお越しいただきましてね。昨日来て東京へ泊まって、昨日はあれ、今日来たの？昨日だよね。昨日です。はい、横浜の方で。横浜、はい、ねえ、横浜へ泊まって、はい、今日はですね、まあ一仕事終えて来ていただいたということですけども、まあゆっくりね、今日は斉藤さんにお話を伺いたいと思いますけれども、まずはですね、この番組ご存知のように、尾関さん、こんばんは。ありがとうございま尾関さす。ん、姿勢の、できる女に見える姿勢のコツを教えてもらってきたんです。そうなんですか。カイロプラティックの整ああ、体そっ師か。の院長なんで。尾関さはんい、ね。はい、尾関さん。そうなんです。どういう、あれなの？それ姿姿勢、骨ほぐしと、あと神経とかをマッサージしてくなにれるそんれ、何で、を教わってきたっていうの？綺麗に見える姿勢ですね。あ、そうなの。はい。これがはい。いいですね。はい。はい。何かコツがあるんですか、これ。ここから私はもう猫背になっああ、ているので、はいはいはい。それでここのところをこうぐっと伸ばすといいですね。いいですはい。よっじゃあていう私ふうもそれな。でいきましょうかね。はい。はい。ということで今日はですね、まずオープニングがあるんですよ。ご存知ですね。はい。はい。はい。で、オープニング行ってから、始まりますんでね。その時カメラに向かってですね、メディカツスタート、はい、これで2人で声出すね、はい、行きましょうね。はい、はい、ちょっと待ってね、今日ね、いろいろと準備が大変なんです。いきますよ、はい、メディカツスタート。改めまして、本日のゲスト、美容サロン辛口アドバイザーの斉藤由美子さんでございます。よろしくお願いいたしよろしくお願いいたます。します。で、今日はですね、通常はここの、私の会社なんですけどね、スタジオ、はい、普通はもうカメラマンも誰もいないで2人だけでやってるんですけど、はいはい、今日はですね、女王蜂の甘い香りに引き寄せられたのか、2匹の ちょっとですね、こういう方々が、スタジオにいらっしゃってますね。何顔してるんでしょうか。小沢さん、ブランディング王の小沢さんと反則王の塚越さん、お二人でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、2人でいろいろツイートしてくださるということでね、はい、どうしてもこの新潟からいらっしゃってる斉藤さんに会いたいということで、来ていただきました。ありがとうありがとうございます。よろしくお願いしますね。ありがとうございます。はい、ということで、もうこれ以上映らないと思いますけどね、2人は。あと声だけで、声だけですね。はい、はい、ということで今日はね、もうそれでね、新潟から もう今出ただけなのに、すごい汗かいてますけど。わかります、その気持ち。緊張してる？はい、してる。あ、緊張とってもしてそんまなす。ように見えませんよ。そうですか。全然見えないですね、今日はもうね、ツイート見ても分かるように、はい、新潟から、はい、ね、はい、
応援のツイートがたくさん来てますね、はい、ありがたいですね。あのツイート通常ですねメディカスかなり、ソーシャルストリーム追ってますけれども、この間の横田さんの時も追い切れなかったけど、今日もちょっと追い切れないかもしれませんので、はい、だからそれだけはねご了承いただきたいと思います、はい、まあ、ちょっとね、まあ今始まったばっかりなのでね、はい、あ梶原さん来てますね、イギリス政府、野中さん、野中さんお邪魔しますってことだよね、はい、ありがとうございます。角田さんイエイね、あカズさんだ、誰ですかそれ。カズさんは私の高校の一つ上の先輩なんですけれども、ちょっと待って、カズさんってどこに来てますか。その次ですかね、はい、あ、はい、小出さん、そうです、あ先輩なの、先輩なんですよ、あ同じ高校の。あそうなんだ、はいはい、ね、小出さんこの間ありがとうございましたね、本当の。いやそうですか、ちょっと待って、これとりあえずね、はい、名前だけ、中山さん、斉藤さんぶちかませって言ったね、中山さんもこの間会ったばっかりなんです。そうですか、はい、塚本さん、はい、トイレ行ってたら出遅れたってことですけどもね、ちょっと待ってくださいよ。あとはあ本田さんね、やっと入れた、はいね、本田さんも、はい、すごいな、あとね、カズさんと、はい、ムーン2011さん、こんばんは姉さんということで、はい、わかりますこの方、はい、わかるんですかこれで、ムーン2011さん、これあこれね、うん、ムーン2011さんね、これ多分これユーストリームだけで入ってると思いますけど、これツイッターとか共有すればアイコン出るんじゃないかと思うんですけども、マリさんね、ユミコ姉さん、ファンがたくさんってことね、やばい、ツイート追ってるだけで終わりそうなんで、ちょっとここら辺で目離しますんでね、はいはい、野沢さんガクンとか言ってますけど何でしょう、何かを求めてるんでしょうね私。あそうなんですか、はい、何かをね、はい、はい、ということで、はい、まあ、これだけすごいですよ、ファンがね、もう今日は本当に怒涛のごとくツイートしますけども、はい、まあ今皆さんこれ新潟のね、はいはい、ほとんどお仲間ということなんですけども、はい、新潟出身はどちらの、まあ、新潟じゃなくて他のところなんですか。実は東京なんです。あ、そうなんです。それ言っちゃまずいんですか。いや別に構いませ ん、 いやすごいまずいこと聞いたのかと思ってすごい私ドキドキしたんですけど、全部答えなきゃいけないことありませんので、もし、はい、あの場合はパスって言ってくれば、わかりました、はい、それでいいですよね、はい、打ち合わせ何もしてませんからね、私いろんなこと聞いちゃいますけど、はい、まずい場合はパスしてくださいね。あ大丈夫です、はい、はい、いやー今何を言い出すのかちょっと心配だったんですけどね、東京で、うん、でまあ新潟ね、はい、で今お仕事されてるということなんですけども、はい、今のお仕事は何でしょう。今の仕事ですか、はい、美容室さんの、まあ、新潟だと結構多いんですけれども、うん、オーナーさんがスタッフ全員を連れて東京までこう勉強に来たりとかしてたりとかするんですけれども、結構その費用対効果が合わなかったりとかします、ね、ああ東京まで来るのにね、うん、ああなるほど。で、まあ、私もいろいろな異業種交流会とか、うん、まあ、イベントとかに参加するんですけれども、うん、なかなか美容室さんのオーナーさんとお会いすることがなくてですね、うんうん、多分こうオーナーさんって一番指名が多分多いと思うんですよ。で、やっぱりその下の例えば店長とか、うんうん、まあ、チーフとかいう人たちがいると思うんですけれども、うんうん、その人たちにこう任せられるように、うん、その、まあ、オーナーさんの次のナンバー2の方を育てるっていう仕事を、はいはいはい、そのナンバー2さんを育てるっていうのがお仕事なんですね。そうですね、あ、はい、なるほど、はい、ってことはじゃあもともと美容業界にいらっしゃったんですか、はい、昔美容師と、そうなんですか、はい、あとホテル内の美容室のレセプション、まあ、受付みたいな感じなんですけれども、もともとはそういう仕事だったんですか。そうなんです、はい、ちょっといいですか、はい、ちょっとツイートが面白くてですね、ごめんなさいね、はい、みんな私のあの本性を知ってる方ばっかりなんかね、これすごい面白い、姉さん緊張してますねっていうツイートがすごく面白いんですけど、あ
へえ、東京出身だったんですか、初耳ですっていう。そうです、言ってよかったんですね、うん、大丈夫です、大丈夫です、はい、あ、そういうね、はい、あの話題もいろいろ出てきますんでね、はい、皆さんツッコミお願いしますね、はい、それであの子供の頃にピンポンパンに出たことがあったんです。え、ちょっと待って、その話全然わけわかんないんですけど子供の頃ピンポンパン出たんですか。そうなんです。え、ちょっとさ、テレビの、テレビの方ですね。それは、出るのどこで、それを、あ、よ、え、よく東京へ来てじゃなくて、あ、東京でね、はい、住んでた時にピンポンパン体操。そうです、あの NHK の、ね、NHK、フジテレビ、あ、フジテレビか、はい、そうです、です。それでなんで今その話になったんでしたっけ。出身の話から。出身の話からね。いや、そうです。あ、ごめんなさい。はい、ですね、今すごい私が大きな声を出したら、うん、新しいプロデューサープロでフィードバックが禁止されましたっていう、これ初めてですね。そうですか。え？まずいですか、なんか。僕らでいいのかな。全然構わないです。あの、よくあるじゃないですか、テレビなんかでも。その作られた声が、笑い声が出るよ、はい、あれの、あれで、わーとか言われて、はい、まあ、自然な声でね、はいはい、ということでですね、あの、まあ、ピンポンパン体操出たとね、はい、すごいですね、はい、ピンポンパン体操出て、で、まあ、そうそうそう、それでね、もともとその美容業界で、はい、何年ぐらいその美容師さんやられてたの。20年とかないね。そこまではいかないですね。とにかくそこのもう関わってからは、え、長いの？長いですね。もう高校の時から入り浸ってるっていう風な感じだったので、最終的に結婚する寸前だったんで。え、ちょっと待ってください。ゆみねさんは結婚されてるんですか。そうなんです。いやー、はい、そうなんだ。そうなんです。それは言っていいことなんですね。大丈夫ですか。あの、よく聞かれますけれども。いや、僕、はい、本当、ゆみねさん独身かと思ってましたけども。そうですね。そういうふうに。されてるんだ。なんか、なんかその家庭の匂いがしない、香りじゃねえ、匂いがしないというか。はい。ね、へえ、そうなんですか。そうなんです。へえ。あの、よくビュースとかに行くと、うん、だんだん親しくなってくると、そこら辺が気になるみたいで。そうね。はい。いや、でもいいですよね、その独身のような雰囲気を漂わせてるっていうね。あ、嬉しいです。いやいやいや、ほんとね、あの、実は結婚指輪をなくしてしまったので、そういうこともあって、そこら辺はきっと見るんでしょうね。それで、あ、僕全然気にしてなかった。そうですか。あ、今言われて、あ、そうだと思って、うん、そうなんですよ。へえ、してなくって。それで、なるほど、ちょっとね、やっぱりせっかく、うん、はい、あの、ちょっと素敵なカメラがね、引きの絵ばっかりなんで、ちょっと近い感じをね、こう、ゆみこねえさんのこの感じをね、皆さんに。いいですか。いいですね。恥ずかしいですね。恥ずかしいですよ。いやいやいや、そうですか。はい。はい、あんまりね、こういう風にして撮ってると、後で苦情が来るかもしれない。やめておきましょうね。はい。それで、美容業界で、まあ、ずっとね、はい、されてて、まあ、まあ、私なんか知ってる美容業界っていうのは、まあ、いわゆる美容師さん、はい、ね、髪を切る、うんうん、ね、あの、パーマ当ててくれたりとかね、はい、で、すごく多いじゃないですか、美容室って今。多いです。ここのね、小金井だけでもね、はい、ぐらいなんですよ。すごいいっぱいあるんですよ、うんうん、今数えられなかったんですけどね、うん、コンビニとかラーメン屋さんよりもしかしてあるかもしれないですね。ですよね、はい、すごいあるんですけど、私が回ってるあたりだけでも、うん、次々と、うんうん、で、まあ、僕なんかも学生の頃は美容室行ってたんですけどね、はい、今はもうあのキュービーハウスっていう、うん、10分1000円のとこ行ってるんですけども、はい、本当申し訳ないと思うんですけど、うん、あれは早くて本当僕ありがたいんですよ。私もあの時々あの見学がてらに行く時ありますよ。どういう風な、さすがですね、はい、床屋とかも平気で行っちゃうんですよ。ああ、そう、いや、はい、僕ね、はい、まあ、なんて言うんだろう、 とにかくね、時間がね、うん、もう惜しいっていう感じでね。そうですよね、うん、だからキュービーハウスで10分っていうのがね、うん、もうありがたくて、うん、もう最近は本当にそういう ところに行ってるんですけども、はい、まあ、うちの、ね、奥さんなんかは、はい、あの美容室地元行くじゃないですか、ええ、でやっぱたくさんある中で、はい、どこ行くかってやっぱ悩むわけですよ。そうですよね、うん、で一つのとこ行っても、うん、やっぱりちょっと満足いかなくて他のとこ行ったりするんですけども、
そういうのを、まあ、僕も最近言ってはないけど聞いたりして、はい、結局だから そうするとそのなんて言うんだろう、やっぱり廃れてっちゃってね、はい、なくなっちゃったりするところも多いわけですよ ね、 多いですね。そうですね。そういうところで、まあ、あの斉藤さんはね、はい、いろいろこう入って、はい、そのなんていうの、いろいろこう、まあ、コンサルじゃないけど、うん、こういろいろ教えるコーチングですね、はい、されてるんですか。はい、それが今現在のお仕事ね。そうです。でもずっとこう、勤めてらっしゃって、はい、そこから今の仕事になったのはいつなんですか。実は本当つい最近なんですよ。それまでは、あの、まあ、特約店をあの2つ抱えてる会社に行ったんですよ、うん、それで美容メーカーの方は私が、うん、あの担当してたんですけれども、あのどっちも私はあの、うん、ナンバー2の立場でいたので、まあ人の下でナンバー2の立場でいたので、うん、その美容の部分をいただいて、で独立したんですね。なるほどね、はい、ちょっと待ってください、はい、あのね、あのちょっと前の方がね笑ってるんですよ多分僕このツイートで笑ったんじゃないかなと思うんですけ ど今井さんじゃないですかあのね、今井さんがね、僕も美容室派ですっていうツイートがね、僕は妙におかしくて、それちょっと笑いこらえちゃったんですけど、今井さん狙ってましたね、今井さん。狙ってたでしょ、このツイート。ずるいです。このアイコンからね、美容室派ですって卑怯ですよね、これ。いやー、ちょっとね、ちょっと今ツイート戻りますね。はい。いや、皆さんすごいわ。すごい。ちょっと多いんですけども、はい、あ、これヒット23ですかね、今からピンポン体操始まるみたいっていう、そうじゃないんですけどもね、その後今井さんピンポンパンは友達10人集めないといけない、友達少ないから諦めたというこういうツイートもありますけどね、あの変顔希望っていうこれ何でしょう、竹駅1233変顔、あ、なんかそう写真を、竹ちゃん、あの新潟変顔愛好家っていう、え、何ですか、新潟変顔愛好家っていうフェイスブックのグループがありまして、グループがあるんですか、はい、それがあのすげえな、そのグループ今非公開になってしまったんですけれども、いや、それ非公開でしょう、でもそれまでは公開だったんですけれども、最初に私の知り合いがよくあの変顔の写真を載せてたんで、うん、これは何か立ち上げなきゃダメでしょうっていう風なので、それであの先ほど出たタケちゃんとか、それは何、写真をアップしてんの、アップしてますよ、ひどいですよ、それをまたあのなんて言うんでしょう、動画にして、恐ろしい、え、それ女性も入ってるんですか、入ってます、うわ、はい、それでも新潟の方たちばっかりなんですか、いや、新潟じゃない方もいらっしゃるんですよ、いや招待してもらいたいですねまあね、そういう変顔希望とかですね、吉川さん、あ、え、水子さんこんばんは、斉藤さんお会いしたことありますが、はじめまして、新潟から吉川です、やっと入りました、え、吉川さんってこの間あれ、あのメールのセミナー出てこれた方じゃない、あの方じゃないでしたっけ、いなかったでしたっけ、はい、ちょっと思い出しますね、後で、あの以前あの水越さんがいらっしゃった時に、うん、あのまあ、横田さんが、うん、あの水越さんのセミナーを開催したじゃないですか、うんうん、であの横田さんは横田会っていう、はい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 、グループがありまして、ね、はい、そこに私がこうちょこちょこ出てくるので、うん、私は知らないんですけれども、 あそうか、はい、でなるほど、その吉川さんなんですね、だと思いますね、はい、あ、こんばんは、はじめましてなんですね、はい、はい、ええ、塚越さんない、僕が緊張してるってことこれ、まあまあ、いろいろあの女性と、ああ、システムソフト的な面、あ、そういう意味でね、はいはい、はい、ありがとうございます あ、そう、独身と聞いて残念そう、これ私がでしょうか、あ、そうですよね、本当残念ですよ、小林さん、美人に弱い水越さんが登場しちゃってますね、そんな風に見えてるんだね、そう映ってるんですか、そうですか、いや、でもそれはね、うん、やっぱり、そう思ったよ、本人だけ
いやいや、そうですか。中山さん、指輪なくしたの？旦那さんと息子ちゃんに言いつけようだって。あ、もう知ってます。なくしたことを。そうなんです。ちょっとかぶれた時があって、それをどうしてなのか冷凍庫にしまったんですね。はいはいはい。でそのかぶれが治って冷凍庫から探そうと思ったら、はい、なくなってて。ああなるほどね、はい、どうやっても見つからなかったんですね、はい、小山さんは、姉さんただいま合宿懇親会中ですよ。そうなんです。みんなで見てますって。そうです。何の合宿してるんですか。ホテル瀬波観光で、だいたいフェイスブックのちょっと待って、ホテル何ですか。ホテル瀬波観光。瀬波観光、はい、はい。でタエちゃんはそこのおかみなんですね。え、あ、おかみさん。そうなんです。タエさん。タエちゃん、はい。タエちゃん、タエちゃん、タエちゃん、聞こえるかそこで今日は内山さん、タケちゃんって私が呼んでるんですけども、タケちゃんが先生になって、はいはい、タケちゃんってモバイルの。そうですね。そうです、はいはいはい、はい、知ってますよ、はい、じゃあタケちゃんも見てるの。そうです。なるほど、はい、そうですか。タケちゃんとタエちゃんはジャイアントジャイコと呼ばれて、ああ言っちゃっていいのかなあ、それはどういうリアクションしていいか私分からないんですけど、面白いことなんですね。そうなんです、はい、はい。中山さんはナイスカメラワークですね、時々顔アップしてくださいってね、はい。まあちょっとね、ごめんなさい、ツイート多すぎてね追いつけません。すごいですね、ごめんなさい皆さんね、はい、時々、あ、ゆとりさんね、変顔希望ってね、今は多分できないと思いますけどね。あ、安井さんこんばんは、ありがとうございます。前回じゃないや、あ、いい感じのテンションなのね、僕もね。今日どうなんだろう、よくわかんないんだよねあ、大関さんね、変顔動画は YouTube にアップしてありますだって、はい、そうなの。はい、そうなんですよ、はい。ちょっと待って、大之助さん、はい、大之助さん、はい、由美子姉さんは新潟に射程がたくさんいます。そうなんですよ、そうなんですよ。すごいですね、だって今日のツイートすごいもんだって。やばいなこれ、はい、ほんとちょっとツイートから離れましょう、はい、ね、進みませんので話が、はい。で、はい、あ、そう、それでまあ最近ね独立したということで、はいはい、じゃあまさに本当にこれからそうですね、はい、バリバリやっていこうと、はい、そうですね、いうところでね、はい、今まではどっちかっていうとメーカーとして商品を売るっていう風な感じだったんですけれども、うんうん、そこで思ってたのが、うん、なかなかやっぱりこうもう取引先が決まってたりとかするのと、うん、やっぱり私が行くことでこう威圧感を感じる。ちょっとごめんなさいね、もうねやめてくださいね、はい、皆さんツイート、水越さん、ゆめ子さんに変顔を振ってくださいとかねそういうツイートちらっと見ちゃうとね、なんかまともに聞こえない。たけさん、これたけちゃん、たけちゃん、はい、たけちゃん、はい、ちゃん、無理、いいけどね、いいツイートですよ。無理、ね、ありがとう。無理だって、うん、今変顔できる余裕ないですよね。ないですよ、やりましょう、緊張してますから、ね、緊張してますね、はい、ツイートってると本当番組終わりますね、ごめんなさいね、はい、どこまで行きましたっけ。メーカーとしてその商品を、そう、売ってたのね、はい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 、なんですけれども、うん、結構その対応っていうか先方の方がなかなかこう対応がお上手じゃないなっていう風なのを感じたんですね、うんうん、お上手じゃないな、まあ、下手だなと、はい、そうですね、うん、で行く前にそこの、まあ、美容室に行く前にですね、客のふりをしてだいぶ前に行くんだ、はい、うん、でその時はすごくいいんだけれども、うんうん、仕事としてまあもうおそらく私のことを忘れてる、まあ、いろんな格好していくんですよ、時にはこう金持ちそうになったりとか、はあ、時にはそういう格好していくわけだ、はい、全然メイクもしないで、そのだからその見た目でスタイリストをこうなんて言うんでしょう、采配されるっていうか、見た目でこう、まあ、私も実際そのホテルの中でレセプションをしてた時は、その新規のお客様が来た時はどのスタイリストがこうちょっとお話しして、どのスタイリストが担当がいいかなとかっていう風な感じだったんですけれども、はい、それでまあいろんな格好して美容室でカットしてもらうんですよ、はい、じゃあその時いろんな格好していくじゃないですか、はい、ってことはその例えば美容師さんがね、はい、その例えば、まあ雰囲気とか、はい、それに合わせた例えば話題であったりとか、はい、そういう
接客っていうの、はい、そういうのをしていかなきゃいけないってことなの。そうですね。あ、そうです。なるほどね、うん、私が美容師の時もやっぱりそうでした ね、 うね、うんうんうん、まああの、まあ、こんなこと聞いてあれですけども、美容室で、はい、あのなんかねシャッターの音してますけどもね、はい、あの美容室の、あ、撮ってくださいね、はい、後でくださいそれ、はい、あんまりこういう風景やってるとこそういえば撮ってもらってないわ。わかりました、わかります、撮ります。あの適度にね、え、はい、あのね、はい、美容室、まあなんていうのこれ、まあ今日はねあの、はい、ブランディングの王様とか反則の王様も来てますけども、あの繁盛する美容室っていうのは、はい、どういう美容室なんでしょうね。やっぱり担当以外の、まあ、スタイリストさんもそうですし、アシスタントの方もそうなんですけれども、うん、あの何かしらこう私が行くとこう話しかけてくれるっていうか、そうなんです、暇にさせてくれないっていう変な言い方なんですけれども、うんうん、まず雑誌置かないんですよ。なるほど、うん、あ、そうなんです。じゃあもうお客さんを一人にしないというかね。そうですね、あ、やっぱりこうそういう方がいいんだね。そうですね、あとはあのもうお客様のことを考えて自分たちのプライドをあのはいいと、うんうんうん、お客様が喜ぶことをやってるっていう、うんうん、もう完全にお客様目線を知ってるオーナーさんのところは やっぱり違いますね。そう、うん、すごい楽しい。うち、それは奥さんともよく話すんだけど、はい、そのこ何にも聞いてくれない人がいるわけ、うんうんうん、でこっちが気を使って話さなきゃいけないとかね、はい、そういうの疲れるんだよね。疲れますよ。で本当にね、うん、行ってあのまず一番嬉しいのは、はい、リピートした時に、はい、前の時の話題を覚えてくれたりとかね、あ、そういう、それはね本当にね、そうなんです、嬉しいんですよね。これはまあ別に美容室に限ったことじゃなくて、うんうん、接客業としてはね、はい、大切なことだと思うんですよね。そうですね、うん、でよくね何回言ってもあのその前の髪型とかそういうことをね、はいはい、言うんだけど全然覚えてくれない人とかいるんですよ。います。もうね、だそういうところはもうやっぱ行きたくないって言ってましたけど ね、はいはい、ちょっとしたことだと思うんですけども、はい、なんかお客様がそのどういうことを望んでるのかとかそういうことがこう徹底されてないところがまだ多いんでしょうかね。そうですね、あの、まあ昔からのこう紙のカルテで書いてるところもあるし、うんうん、あとはまあ美容室 の、 その専用のソフトのパソコンで、うん、あの写真撮ったりとか、顧客管理とか、あ、うん、写真撮ったりとかってどういうことはするの？写真撮ってくれるところとかもありますよ。あ、うん、その時の髪型をね。そうですね、すごいところだとあのもうみんな写真撮るよとかって担当の人が言って、うん、まあ、よっぽどこう他のね、お客様のシャンプーをしてる人は途中では、うん、あの手は止められないんですけれども、うんうん、スタッフがみんな集まって、うん、あの私をこう囲んで写真を撮ったりとか。へえ、そういうとこあるんだ。あります、はい、それはまあもちろんそういうの嫌がるお客さんもいるかもしれないけど、はい、でもまあ嬉しいよね。嬉しいですね、うん、そうなんですよ。へえ、そうなんだ、はい。突然こうショーが始まる美容室とかもあるんですよ。え、何？ショーが始まるんですよ。ショー？はい。ショー？ショー。何？ショーって。まあこう向かい合わせで、うん、あのお客様のこう椅子があるんですけれども、うん、まあショーか。そこをこう、まあ、鏡みんな向いてるんですけれども、うんうん、もう真ん中の部分でいきなりこうショーが始まって、うん、あの途中でそれをこう見たりとか、そこでそどういうショースタッフが。あのジャグラー踊り踊ったりとか、へ、歌ったりとか、歌ったりとか、そんなとこあるんだ。あります。そういうのとこっていうのは特別料金やっぱ高いの？はい、そうとは限らない。やっぱり一つ一つやっぱりちょっと高い、ちょっと高いんですけれども、それでもそのお金を払ってでもそこの美容室に行きたくなるっていう、ね、ファンだよね。そうなんです。だからそういう美容室は、ね、あのスタイリストが違う人が担当、例えばあの予約して、うん、担当の方がお休みで、うん、他のスタイリストに切ってもらっても、うん、安心できるんですよ。そこのお店が好きだから。はあ、うん、なるほどね。そういう付加価値がついてんだ。美容室って結構その担当の人が好きだから、その担当の人が独立すると、うん、それはあるよね。お客さんを連れていかれちゃうんですけれども、そこはそうじゃない、はい、そうじゃなくて
ね、お店自体にそうお店のが好きだから好きだね。そうなんですよ、お店のファンっていうこと、はい、あそれも面白いね、はい、それはすごいと思うなっていう。なるほど、うん、へえ。最近はその例えば、はい、まあほら由美子姉さんもね、はい、Facebook バリバリやってるじゃないですか、はい、美容室美容業界ってどうなの？まあ何名か美容師さんのお友達はいますね。あ、そう、はい、なんか美容室なんかも結構そのフェイスブックを使って、はい、例えばさっき言ったあのみんなで写真撮るっていうのがあったけども、はいはい、来た人がまあフェイスブックやってればだけども、はい、一緒にこう写真を撮ったりね、はい、それをこうアップしたりとかそういうしてなんかこうフェイスブックページを使ってやったりすると面白いなと思うんですけどもね、結構そのまあ、物を売ってるところなんだったら割とそのフェイスブックページを使ってそのお客さんと一緒にその商品を買った時にその写真を撮ったりとかね、はい、まあ、それでまあコミュニケーションを活性化して、はい、そこのお店のファンになってもらうっていう ね、 そ う、 ですね、うん、そういうのも美容室でもできそうですけど、はい、美容室でもどうなんだろう、割とそういうソーシャルメディアとかやってる弱いですね。だよ ね、 弱いですね、なんか不明するね、うん、聞くんですよ、例えば一番多いのだとミクシーが今多いじゃないですか。でミクシーしてるって聞くと、いやしてないですって、まあ、存在は知ってるんですけどもしてないしっていう、ね、あと、うん、パソコン自体を持ってなかったりとか、パソコン自体を持ってないからね、パソコン自体を持ってなかったりとか、まあ、そうだよね。ツイッターもしてないし、だからそういうあの SNS 関係は、うんうん、あのすごくあの長けてる人はすごいんですけれども、うん、そうじゃない方とかは全然、うん、あの知らないっていうか、ね、うん、でその辺とかもこうそれはもう本当に、まあ、お店自体で教育というかね、うん、そういうのをこう、うん、やっていけば面白いなと思いますけども、まあ、まあそれはそれでね、はい、あれとしてもその以前の問題として、はい、やはりその接客の問題とか、はい、うん、そういうのをなんかちょっと待ってくださいね、はい、皆さんツイートがねいっぱい来てまして、ちょっとごめんなさいね、塚本さんだ、どっから読めばいいんでしょうかね、はい、ごめんなさいね、ちょっと追えませんけども、はい、今何人、あすごい41人すごいね、はい、皆さんどんどんツイートしてくださいね、それであのいろんな方が集まってきますんでね、うん、なんか変顔希望がやたら多いんですけども、 そんなに人気なんですね。立ち上がった頃は一日何回も変顔をもう、うん、とにかく本当にひどいんですよ私のを見ると、あ、うん、まあ、ちょっと爆発とかしてたりとか、私それを見てればね、はい、今お願いできたと思うんですけど、私ちょっとそれ、あのまだ免疫できてないので、はい、今多分ここでやらない方がいいかなと思うんですけどもね、はい、今日辛口アドバイザーって言っても辛口がね、はい、辛口で辛口でどんどん出ていってほしいなと思いますけど、はい、あでも由美子さんいい感じで話してますねとかね、ええ、あのいや由美子ちゃんそのまま終わっていいのかとか、たけちゃん言ってますけどね、あ心残りがないように書いてます。向井さんありがとうございます。あ確かに美容室の雑誌はいらないと思います、うん、さすが向井さんね、うん、サロンのね、コンサルやれてますからね、うんうん、だからその私があの美容室に行った時の格好によって出てくる雑誌とかも違うんですよ。お、うん、もうそれはもう美容室の方でそういうふうに言われてるわけ、はい、その人個人のやっぱりなの、そうですね、この人だったらおそらくこういうふうな雑誌が好みなんじゃないかっていう、そうなんだ、はい、そういうので出されるんで、だからあの、まあ、街中だとそんなにないんですけれども、うん、あの街中じゃない住宅街とか行くと、うん、普通のあのなんて言うんでしょう、あの週刊誌的な雑誌じゃないですか、そういう風な雑誌が置いてあるんですけども、うん、まあ汚いって言ったらいいんですけども、うん、汚いおばちゃんみたいな格好で行くと、うん、あのこうそういう雑誌が置かれたりとかするけれどもそうなんだ、はい、あのそれなりにこう変装して化けて、うん、あの小切れな格好していくと、その格好見たいですね。あそうするとなんか違う、どういう雑誌なんですか。そうすると割とこう高級なものを買う、うん、買うっていうかこう見る人なんだろうなっていうようなイメージで雑誌を並べられたりとかするんですけれども、そうなんですね、はい、うーん、だからあの
新潟の美容室は突然私が現れた時にどんな格好で行ってるかわからないんで。あー、はい、なるほどね、はい、うーん、なるほど。ちょっと、うん、いや面白いね。まだツイートもちょっとしばらく見ません私ね。そうもうソーシャルストリーム見てるだけでなんかもう面白くて面白くて、後でゆっくり見させていただきますね。でもたまにあ今日なんか横田さんはそういえば、はい、今セミナー中なんですって。そうなんです。でセミナー中になんかこれを写すっていう話もありましたけどね。あ、そうなんですか、うん、って言ってましたよ。言ってましたか、で僕そしたら答えますよって言ってたんですけどね、それはちょっと楽しみにしてるんですよね、はい、うん、ゴーゴー変顔とかね、うん、はい、その長寿さんにしてなんか面白いですね、はい、いやみんな面白いな本当に今日は、うん、視聴数減ってるからとか言うツイート何おかしいな。もうタケちゃん面白いね、あなた。そう、本当タケちゃんは面白い。いや今日真面目なメディカツですから、メディアコミュニケーション活用塾ね、はい、変活じゃない、変活じゃないですよどっから声がしてるんでしょう本当にで、はい、どこまで行きましたかね。あ、そうそう、それでね、はい、そういう、まあ、美容師さん、まあ、いろいろありますよね、はい、細かいこと言えば、はい、今みたいにその来たお客様に合わせた本を出すとかね、はい、もしくはもう本を出さないで話をするとかね、はいはい、あとショーを見せるとか、はい、まあそれいろいろあると思いますけども、あります、はい、まあ、もちろんその場所とかね、うん、そういうのにもよっても違うんでしょうけど、今さっき言ったようにほらもうとにかくいっぱいあるじゃないですか近くに、はいはい、そういうところで生き残っていくに、なんかどうしてもその価格的なものに陥りやすいんだけど、うんうんうん、はい、今は、まあ、美容バブル、まあ、カリスマ美容師がいるとか、はいはい、そういうのももう、もう終わっちゃった時代なので。そうだよね、今あんまりね言わないもんね。なのであの新規の方半額とか、うん、そういうのがあるんですね。そうすると、まああの集客のためにやってると思うんですけども、うん、そこからそういうふうにやってると既存のお客様は何の得もないんですよ。そうだね、うん、本当は既存のお客様を大切にすれば、そこは、ね、紹介してくれるじゃないですか。既存のお客様をまずね、うん、もう一度見直してね、はい、大事にするってことね。そうなんですよ、うん、確かに新規も必要なんですけれども、その既存のお客様を大切にすれば、うん、必ずこう紹介したくなるんですね、うん、私もそうなんですけども。そうなんだよね、うん、なんか口コミだもんね。そうなんですよ、うん、やっぱり友達とかも美容室を変えたいんだけれどもどこがいいのかなって私にやっぱり聞いてくるんですよ、うんうんうん、女性、ま、男性もそうだと思うんですけども、うん、女性はやっぱり特に美容室を変えるっていうのは、うん、とっても勇気がいることなんですね。その担当の人にも悪いし、でまた別のとこ行った時にまた面倒ってもあるよね。いろいろまたあの一からいろいろ言わなきゃいけない、ね、うん、自分の髪の癖とか、うん、そういうあの美容師さんからしてみればもうその髪質とかは分かるんですけれども、うんうん、あのやっぱりお客様は自分の髪の質を知ってもらいたくって、うんうん、やっぱ最初から言うんですよ、言う人も中にはいるんですね、うん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 、私なんかもやっぱ自分の髪の癖があったりとか、うん、あとつむじが3つもあったりとかするので、うん、そうなんですか。そうなんです、3つあるんです。へ、うん、え、同じところに3つあるんですか。これ、いや離れて、ね、離れて3つあるんです、はい、まあそれそうだと思いますけど、ね、はい、あでもそうそう、そういう人いたね、そういえばね、うん、そうすると難しいよね、うん、そういう髪って。うん、なんで、そういう自分のなんか癖を、うん、あの出さないように、うんうん、あの綺麗にカットしてもらいたかったりとか髪型を作ってもらいたいとか。そうするとさ変えたくないもんね、あんまりね。そうなんです、うん、なんで変える時にまたその一から言わなきゃいけないストレスとかもあったりとか、うん、お客様もあると思うんですね。でその知らない美容室に行ってみてやっぱり思った通りにしてもらっていただかなかったりとかするともう二度と行かなくなるわけですよ、そこの美容室は。ちょっと待ってください、うん、ゆとしさんがすごいツイートしてくれましたよ。何ですか。高島玲子さんに似てるっていうツイート、よく言われます。あのいろんな人に言われますね。皆さんね、高島玲子とか。高島玲子さんですよ、うん、私が緊張するわけですね。ちょっとその前についてガクトって。そうなんです。あの野沢くんがガクトよくあのガクトっていうふうに。なるほど、はい、まあまあ、うん、ね、いろんな人に似てるってことは、はい、どういうことでしょう。まあね、ちょっと僕の方が困ってますけどね。
ハリケーンのようなつむじを持つ由美子さんですね。ハリケーン、面白いですね。はい、確かに本当にそうなんです。たけちゃん、メロンうまいうまいって言ってますけどもね。食べながらですね。いやー、あ、水子、あ、ダメ出し、私ダメ出し食らってますね。水子さんダメだ。由美子ちゃんのポテンシャル引き出してね。すいませんね、たけちゃん、申し訳ない。まあとにかくね、今こう新潟でよく、はい、由美子さんのことをね、はい、ご存知の方がたくさん来てますんでね、はい、私も叶いません、その方々には、うん、だけど、はい、まあ、新潟でね、はい、そう、美容室いろいろ回ってるわけじゃないですか、はい、これ別にその、なんて、東京だからどうのこうのということよりもそれ、はい、っていうことじゃないんですけど、新潟のやっぱりその特性とかってあるんですか、はい、美容室ありますね、あるんだ、はい、あります、うん、例えばどういうところなの、やっぱりあの、ええ、知ってるやっぱ新参者的なもの、うん、は受け入れてもらえない、まあ、どこの業界でもそうなんですけども、そう、そういうふうなこう不思議な人が来るとまず悪いところから人って見るじゃないですか、なんでそういうふうなところから見られるんで、自分でもこうどういうテンションで入ったらいいのかわからない時があるんで、割とこの親しくしてもらって、うん、美容室とかは、うん、最初からそのキャラで来ればよかったのにとかって言われることがあるんですよ。だから改まった感じで挨拶に行くよりも、うん、なんか変わったおばさんが来たかなっていう風な感じぐらいの方が、覚えてもらえるのかなっていう風に、手応えは感じますね。あ、そうなんだ、はい、まあ、さっきねちょっと聞いて、はい、いろいろその、まあ、じゃあその美容室が繁盛するにはね、はい、どうしたらいいかっていう話しましたけど、はい、業界自体は今どうなの、美容室って、まあ、どこの業界もあんまね良くないっていうか、そういうのはあるけれども、そうですね、あのまず確実に人口がこう今後減ってくると思うし、あの、まあ、美容師さんを目指している方っていうのはやっぱり将来独立したいっていうのがあるんですけれども、うんうん、今は結構若くして独立してしまうので、あ、うん、あ、じゃあ早いんだ独立するの、そうですね、なんでその下のスタッフ教育が、教育ってすごく時間とお金がかかるじゃないですか、うんうん、そのスタッフに、あのアシスタントの子に支払うのもある意味、うんうん、投資ですよね、うんうんうん、そういうふうなことがなかなか手が回らなかったりとか、うんうんうん、するんで、うん、なんでまあ多分おそらく3年5年後にはそういう美容室が生き残ってられるかどうかっていうのは、うん、やっぱりそのスタッフ教育にかかってると思うんですよね。なるほどね、うん、だからやっぱスタッフ教育が本当大切だと、うん、そう、それではやっぱりオーナーさんがいろんなところの美容室を、うん、あの美容室とか、うん、あと異業種から学ぶことって多いよね、多いじゃない、どこの業界もそうだと思うね、切り口が全然違うんで、うんうんうん、あのその思いがけない発見とかがたくさんあるんですけれども、でまた美容師さん同士も横のつながりがないんですよ。え、そうなの？そうなんですよ、美容師さんってないんだ、ないんです、うん、よっぽどあの、うん、コンテストとか、うん、そういうあの美容関係のそういう、うん、なんて言うんでしょうね、あの結構名の通った人がいらっしゃると、うん、まあ美容学校が同じだったりとかすると、うん、あのまあ他の美容室とかの人でも喋るんだけれども、うん、そうじゃないとやっぱりライバル店なんで、うん、しゃべ革新的なところとか喋らなかったりとか、うん、なるほどね、こう情報交換ができてないと思うんですね、うんうんうん、なんで私は今後これからあの、まあ、新潟の場合だと月曜日が定休日なんですよ。え、こっちだと火曜日ですよね。そうだよね、ですよね、新潟は、うん、え、火曜日、はい、火曜 日, 火曜日、うん、美容室の定休日、うん、群馬は月曜日って言ってますけどね。そう、新潟はあの前は火曜日だったんですけれども、あれ東京って、そうか、はい、床屋さんは月曜日だけどね、そうなんです、うん、でも美容室は違うよね、はい、でも新潟は月曜日なの、そうなんです、うん、これはもうあの、あ、そう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 、それで聞いて思ったけど、はい、それは、はい、その日やっちゃいけないの、あ、
あの全く無視して、うん、木曜日美容室お休みだとか、そういう月曜日やってとかね、はい、なんか月曜日はみんな休みだと、うん、なんかお客さんの中では困る人もいるから、やってもいいのかなと思ったりするんだけどね、はい、うん、あとまあ、百貨店とかだと休みがないじゃないですか、うん、なんで美容室が例えば月新潟だったら月曜日定休日だと、あの切りたい時に限って美容室ってお休みだったりとかするんですよね。あ、女性って切りたいと思うとどうしても切りたくって、はいはいはい、違うところへこう浮気へ走るわけなんですよ。そうすると空いてるところって言ったら大型スーパーとか百貨店とかに入ってる美容室に行くんですね。なるほどなるほど。なんで美容室が休みの時はそういうところはすごく混むんですよ。はあ、うん、なるほど。で、あれ、うん、結構こう個性的なお客様とかいらっしゃったりとか、うん、ある意味チャンスなんですけど ね、 なるほどね。そこでお客様に、あれはなんかその何なんかその組合みたいな、なんかそういうので決まってるの？美容組合とかで決まったり、ね、ところもありますし、その組合とかに入ってない人は全くもう自分たちの好きな休みにしたりとか、ね、はい、だからそうそうそう、ね、夜空いてる歯医者さんみたいね、うん、そう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 ね、うん、金光さんどうもこんばんは、ありがとうございます。だからそういうところもそのお客様目線っていうかね、はい、お客様と考えてそういうところからやってみてもね、うん、いいかなと思うし、うん、そういうふうにその美容室が休みで大型スーパーとか百貨店に入ってくるお客様、まあ、新規ですよね、をもうちょっとこう違う対応するといいんですけど、うん、ね、やっぱり混み合うんで、うん、まあ、失礼な言い方だけどお客様をこうさばいていくみたいな感じで、うん、次から次へととにかく稼げ稼げみたいな感じなんで、なっちゃうね、そこもうちょっとこう違うふうな、うん、忙しくってもちょっとしたことでそうなんだよ、また来てくれるかもしれないじゃないですか、ね、僕なんかも、まあ、これ美容師に限らずだけど、はい、そのちょっとその一言とか、はい、その笑顔をちょっと見せてくれるだけでまた来ようかなと思うんだけど、なんかね、うん、帰り際にもありがとうございますも言わなかったりとか、うん、笑顔も見せなかったりとか ね、 うね、もう本当もったいないなと思うことは結構あるんだよね。いい、うん、あとよくね最近思うのは、何々ありますかっていうと、はい、それありません、うんうん、で2人の間で沈黙がずっと続くそういうデパートとかにもね、そういう人いるんですよ。いますよ。もったいないから、うん、何々は僕ね、メールのセミナーとかでも言うんですけどもね、はい、何々できません、何々できませんかって言われたら、うん、それはできませんじゃなくて、うん、それは難しいですけども、こういうことだったらできますよとかね、はいはい、こうしたらいかがでしょうっていう提案をしてみるとね、はい、うん、まさに本当にそうなんですよ、うん、そうそう、今メールの話で思い出しましたけども、はい、実は先月ね、はい、先月、今月だ今月のついこの間、そうだ、今月の、はい、いつでしたっけ、あれお盆過ぎでした、 19だね、はい、19の金曜日、金曜日です金曜 日、 金曜日です、新潟へ、はい、私、はい、メールのセミナーに、はい、呼ばれまして、はい、行かせていただきましたね、はい、で私、まあ、この斉藤さんもねいらっしゃって、はい、横田さんのネットビジネス研究会のセミナーに呼ばれまして、はい、そこでセミナーしてきました、はいはい、で私新潟実はで話すの初めてだったんですけど、はい、行く途中、まあ、新幹線ね東京から乗って、うん、もうね本当はやはり新潟の人たちとセミナー聞いてもらえると思ってウキウキでね、うんうんうん、新幹線を出発したんですけど、はい、半分ぐらい行ったところのトンネルの中でね、はい、いきなり電気が消えまして、うん、真っ暗ですよ。そうですよね。アナウンスがありましたね、うんうん、ただいま、福島で震度5の地震がありました、うんうん、停電しましたので、ただいまより停車いたします、うん、いきなりトンネルの真ん中で止まりましたね。モーター音もやがてうーって鳴らしたのが、うん、やがてトン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 消えました、うん、シーンとしてる中で、うん、しかもだんだんこう熱くなっていくという ね、 そうですね、ちょっと恐怖の体験をしましたけども、うん、絶対ないですよね。いや新潟行ったらね、そんなことあるんですかって新潟の人に言われたんですけど、うんうんうん、ないんですかね、あんまりないですね。中越地震があった時には、ええ、止まりましたけれども、基本雪国なので、ああ、はあ、どんな大雪が降っても上越新幹線って止まらないことはないんですよ。へえ、うん、いやだからね、うん、それ聞いてあそうなんだと思って、はい、まあ、まあそんなことがありつつ、はい、行ってね、はい、まあ皆さんが本当に温かく迎えていただきまして、う
あのその日の夜はね、新潟の美味しい食材を、はい、いただきました。懇親会楽しかったですね。はい、楽しかったですね。あの枝豆なんていうんだ、枝豆。茶豆ですか。茶豆。はい。茶豆、あのたまたまね、この間あの私あの新宿でちょっと別のセミナーあった時に、はい、その後の懇親会で行った居酒屋さんで、はい、茶豆が出まして、はい、あのあれですよ。あれなんていうんだっけ、最初に出るやつ。お通し、お通し、お通し、誰に聞いてるんでしょう。お通しが出ましてね、それ茶豆だったんですよ。はい、懐かしかったですね。そうなんですね、香ばしくって美味しいんですよ。ね、まあいろいろね、本当美味しい食材をいただきましてね、次の日帰ってきましたけども、本当またね、ぜひ新潟お呼びいただければと、ぜひ、思っております。新潟はあの地産地消で何でも取れるので。いや本当ね、新潟ね、あとね、新潟はね、美人が多いね。そう、そうおっしゃってましたよね。本当にそう思った。あのね、僕新潟駅降りて、ちょっとそこら辺くるくるっと歩いただけなんですよ、ね、で僕ね、あ、そうですよね、本屋さんとか探したんだけど、全然わかんなくて、まあ、たまたま純駆動を見つけて入ったんだけど、本当にそこら辺に聞こうと思う人が、みんな若い女性なのよ。もう本当に聞きたかったけど、ちょっとね、本屋さんどこですかってちょっと聞けなかったもんでね、声かけられなかったんですけど、本当ね、新潟はね、美人が多いですよ。で食事は美味しいしね。え、あ、食べ物は本当に美味しいです。食べ物も美味しいしね、はい、いや新潟最高ね。何の話でしたっけね。それで、あ、そうそうね、美容室で、はい、そうそう、だから付加価値をね、はい、まあ、つけていくってために、まず、まあ、スタッフのね、はい、まあ、技術的なものもそうだけど、それさっき言ってそのお客様とのねコミュニケーション、はい、そうですね、それもちょっと、するだけでもね、やっぱりリピーターのお客さんつくと思うんですよね。そうなんですよ、そうするとあのお客様の方も、あのその担当のスタイリストだけじゃなくって、そのアシスタントの子 のお名前までこう覚えることができるんですよ。なるほどね、普通なかなかアシスタントっていうのは、スタイリストになるまで名前ってなかなか覚えてもらえないんですけども、まあ、昔は結構ネームプレートとかつけてる美容室が多かったんですけど、ああそうか、最近はあんまりないよね。ないんですよ。だからあの分からないし、分からないよね、あとやっぱりどうしても私仕事を癖でこう美容室に行くと周りのスタッフとかを見るんですけれども、こうスタイリストさんとこう楽しくお話をしてるのに、後ろを通るアシスタントの子がもうすごくつまらなそうに歩いてたりとかするのが目にいっちゃう。あれマイナスポイントだよね、あるあるんだ。そうなんですよ。あ、そこら辺まで神経使ってほしいよね。あ、要するに、まあ、例えば、ね、他の業種だったら、まあ、営業行くじゃないですか、でそこで断られて笑顔でじゃあまたあの伺わせてくださいとかって言いながら、やっぱ悔しいとこう後ろ振り向いた瞬間にムカついた顔をしてとか、ね、うちとかでも、まあ、いろんなこう訪問営業とか来るじゃないですか、でその、まあ、こうお断りした後にこうちょっとカーテンとか窓の隙間から見るとすごい態度してるとかっていうふうな、そういうとだから私はなるべくそこの美容室を去ってもうずっとこうニコニコしながら歩いて、本当だよ。いやでも本当そういうのってあると思いますよ、そうどの角度から もう人に見られてるっていう風な気持ちで、ね、いるんで、だよね、はい、ね、はい、変なツイート、川岸さんが誰かあの竹刀持たせてあげてって言ってるのは何でしょう。竹刀持ってる、あ、そういえば竹刀持ってる写真あったよね。あります、はい、あれ何、あれはですね、実はあのもう亡くなった祖母のなんですけど杖なんですね。あ、それを持ってこんな髪短いんですけども無理やり、あの結んで二つまげに。あ、その写真あったね。あるんですよ、で、あのちょっとあの別に怒ってはいないんですけれども、時々その写真を使って、あの怒ってるみたいな感じで、あのフェイスブック上で写真を載せたりとか。なるほど、はい、するんですけども。皆さん知ってるんですね、やっぱりね、見てるんだそれを。あ、僕も見ましたよ、ちゃんと見ました、見ました、見ました。いや、なかなかあの、素敵でしたよ、ありがとう、素敵、素敵でしたよ。あ、迫力が、だから僕あの写真を見てるから、ちょっと怖い人かなっていう雰囲気を感じてたんですけど、
そういうふうにあの結構誤解してる人とかも誤解なんですね、それはあります、はい、風間恵子さん、はい、由美子さん、萌えーって、この方は恵子ちゃん、恵子ちゃん、恵子ちゃんやっとツイートできたんです。あのよかったね。彼女覚えられな、覚えられなくってっていうか分からなくって、あ、ここツイどうやってツイートしていいかね。そうなんです、はい、よかったね、恵子ちゃん、なんか私とこう絡みたいとかって言ってくれてて、いや燃えてますよ、恵子ちゃんね、はい、小林さん、水越さん、次は北海道へお越しのほどぜひお呼びください。よろしくお願いします。ぜひぜひ。いいですね、北海道、うん、私北海道今まで1回しか行ったことないんで、新婚旅行の、あ、そうなんですか、ね、新婚旅行、私国内でしたから、はい、私も実は行ったことないんですよ。どこへ？北海道。北海道はいいとこですよ、うん、あの、まあ、新潟も良かったですけどね、うん、北海道本当良かった。真、まあ、冬の北海道とか行ってみたいなとかって、まあ、冬はちょっと行ってないですけどもね、うんうん、マイナス何十度とかの世界だから。でも新潟も冬寒いしょ。そこら辺がそのメディアの怖さで、うん、新潟のイメージで言うと、すごい雪の景色とか田んぼとか映らないんですけど、新潟市内は実は田んぼとかでみんなそのスケートやったりとか、そうなんです。誰もがスキーができるとか、誰もがボードができるとか。違うの？違います。新潟市内は雪がちょっと降ったりとか積もったりとかすると、市内は、ね、地方ニュースではそれがニュースになっちゃうんですよ。そうなの？そうなんですよ。すごく豪雪地帯みたいに、あの、確かにすごい降るところは降るんですけども、うん、新潟は市内はそうでもないんだ、うん、市内はそうでもないんですよ。はあ、うん、それ分からないですね。新潟はどこでもそういう感じだと思ってましたけどね。そうなんです。マハロ今井さんが、はい、ロレアルの美容室、美容甲子園の評価はいかがでしょう。ああ、え、そんなあるの？ありますよ、あります。美容甲子園、はい、へえ、はい、それは何、そのロレアルの美容師さんだけってことなの？いや、ロレアルって何？まあメーカーの名前ですね、はい、まあ、ブランドなんです、ね、あ、そういう美容講師とかあるんだ、はい、へえ、知らなかった、はい、今井さん本当、今井さんよく知ってるね、美容師言ってるだけあってうん、あ、東京人の方がスキーうまいっていう、あ、はい、川岸さん、そうなんだ。結構そうかもしれないですね。あの、私もう最近ここ数年行ってないんですけれども、うん、昔は本当にもう休みとか、あと仕事終わってからとか、うん、あの、まあ、ナイタースキーとかもあるんで、うん、行ってた頃とかはやっぱり結構関東ナンバーが多かったですね。あ、うん、あ、そうだよね。そうそうそう、それはそうだよね。関越自動車道高速のところはそうですね、うんうんうん、そうか。だからまあ新潟って言ってもね、そういうイメージがどうしてもメディアのあれでね、そうなんです、あるんだけど、まあそれはね、ちょっと変えないといけないですね、うん、はい、まあまあそれでね、はい、まあ独立されて、はい、でこれからまあいろんな美容室さん、はい、まあ美容室さんが、はい、まあ、もっとそのなんていうの、まあ、売り上げも上がって、はい、まあ商売繁盛していく美容師さんがね、はい、うまくいくというお手伝いをするっていうことなんですね。はい、あ、でこれから具体的にそのどういう活動をしていくっていうのは、やっぱり直接美容師さんに行って そういうお話をするっていうことなんですか。そうですね、はい、あのやっぱり私が思い描いている美容室をそのままお伝えても、うんうん、あの同じ美容室ができても困るじゃないですか、うん、やっぱりそれぞれ美容室は個性があるので、ね、うん、そのオーナーさんの思いを聞いて、そこの美容室に合った、うん、あのベストな、うん、だからそのオーナーさんの思いをすごくやっぱり聞いて、うん、今後どうしていきたいのかっていう、うんうん、まあ、それこそ今日いらっしゃる小沢さんじゃないですけども、ブランディングどういうふうに今後していきたいのかっていう。しょうがないな、もう一回移すか、じゃあ名前が出てきたからね、はい、そこいらっしゃいますよ、うん、ね、はい、ブランディング王の小沢さん、顔隠してますけどね、うん、ブランディングね、そう、うん、そこのところがそうブラね、奥さんは見てますか、うん、まあブランディングですよ、本当ね、はいはい、どうでしょうね、うん、はい、はい、うん、ということで、まあね、うん、だからそのまさに今
映った小沢さんとかは、うん、その小さな、ね、あの大企業ではできない小さいところだからこそできることってあるじゃないですか。そういうところがあのもう大きいところでは叶わないような何やってきました。竹ちゃん新潟のみんなは普通な由美子なんて見たくない。どうなんでしょうこれ。もうね、どんだけ、ね、でもね無理ですよ。普通いつもの由美子さんをここで出すっていうのはね、この雰囲気で、竹ちゃん無理、それは多分難しいと思います。竹ちゃんがここに来て、ね、一緒にお酒飲みながら話せばできるかもしれないけど、だってマリちゃんとかフロリダから見てたりとかしてるわけだから。そうだよね。マリちゃんは知ってるの？あ、直接会ったことはないんですけれども、うん、まあ、夢を崩しちゃいけないよね、マリちゃんのね。まあまあ、あの竹ちゃんね、ちょっとそれはごめんなさいね、私もそこは吹き出せないね。そこまでは変顔変顔ってみんな言ってるけどさ、そんなのここでできないよ。相当それが強烈なインパクトなんでしょう ね、うん、風間さんね、恵子さんもね、名前呼んでくれて喜んでますけどもね、本当にありがとうございます、うん、なんかちょっとすごい、やっぱりみんな変顔変顔ってすごいですね。本当だ、あの、まあ、絶対来ると思ったんだね。まあ、ちょっとね、今日変化をここではちょっと難しいかなと思うんですけどね。はい、フォローありがとうございます。いや変化本当は見たいんですけどね。メディカスという番組の性質上もありますので、ね。あ、すごいですね、やっぱ40人以上見てますね、ありがたいですね。ありがたいですね。それで今何の話してましたっけ。何の話して、美容室をブランディングして、あ、ブランディングね、小さなお店ね。はい、そうです。そうそう、はい、もう大型店の美容室はもう何店舗も抱えてるんで、うん、そうすると私が行っても今度組織を動かさなきゃいけなくなるんですね、うんうん、だから私のターゲットっていうのは中堅の美容室か、うん、もしくはこれから大きくしたいなっていう美容室、うんですね。うん、大型店はもうそこで自分たちでやっぱり勉強をしたりとか、うんうん、してるので、うん、あのそこはそこで大きくやってるんだったらそれでいいでしょ。でも例えばその小さな、まあまあまあどのような規模にもよるけど、うん、そういうお店ってでも どうなんですか。そういうふうにこうした方がいいですよ、ああした方がいいですよって言って、うんうんうん、なんて言うんだろう、それ分かってくれるっていうか、その通りにやるのかね、うん、だからそれが私のこれからのフォローになっていくんですけれども、市内持ってこうやってね聞いてくれるかもしれないけど ね、うんうん、それ用に買っとかなきゃな一本じゃ足りないかもしれない。そういう個性もいいかもしれないと思いますけどね。なるほど、うん、まあ、あとお聞きしたいのは、はい、あの今、まあ、ずっとね今日新潟の人たちがツイートしてくれてますけど、はい、新潟のそのこういう皆さんはどういうお知り合いなの、みんな。どういう知り合い、あの横田会以外の人もいらっしゃる、はい、あの新潟は結構あの Facebook 上でイベントとか、この間、そうそう、この間 Facebook で見たけど、はいはい、あの Facebook のイベントすごいね。そうなんですよ、人を集まって。そうなんですよ、うん、あそこにも今日ツイートしてくれる人たちも来てたりするわけ。そうです、はい、うん、じゃあ Facebook のあれとつながりがすごい大きいの。大きいですね、うん、かなり Facebook で、うん、私が始めたのが去年の5月からなんですけれども、うん、そこからあのどん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 広がっていって、うんうん、でイベントがとにかく多いんですよ。フェイスブックの、はい、それリアルのイベントってこと。そうです、うん、あ、そうなんだ、うん、なんでそこに今行ったりとかすると、うんうん、やっぱりこうフェイスブックつながりでお友達になったりとかするので、うんうんうん、もうリアルに会ったらもう安心じゃないですか、その人のことも知ってるんで、それで横のつながりができて、うん、なんか横田さんに聞くと割とそのフェイスブックで、まあ、ソーシャルメディア関係、はい、新潟って早いんだよねって言ってたよ。あ、みたいですね、横田、うん、横田ね、はい、だから、あの、うん、割と発信がすごく早くて、はい、新潟の方って、うん、そうなんですよ、うん、だからそのフェイスブックなんかも、まあ、こういうつながりは出てるけど、そういうのを皆さんそれぞれお仕事にね、はい、利用されたりしてますね。はい、してるよね。そこからこう新しいメニューを考えたりと、その、うん、まあ、結構やっぱり自営業してる人がやっぱり多いんですね、うんうん、なので
そこからこうなんか新しい商品の例えば試食会があったりとか、うんうん、食べ物で言えば、うん、こういう商品があるんだけれども、うん、その試食会をやって、うん、ネーミングはこれでいいかとか、うんうん、値段はいくらぐらいがいいかとか、うん、でこうそれをこう世間に広めていくっていう、うんうん、ことを、やってるの？やってたりとか、それがもう実際もうみんなの生の声になるわけじゃないですか、うん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 、全く知らない人とかに聞くと、まあ、美味しいかまずいかとかしか言わないけれども、うん、そこで聞くとこういろんな意見が飛び交うんですよ。思いもかけないような、はいはいはい、うん、だからこう同じ素材一つ取ってみてもその素材をこう料理してくれるお店によっても味が変わったりとかするので、まあ一つの例を挙げるとさっきあの私のことをガクトに出ると言ってた、うん、あの野沢くんのところで、うん、あの何屋さん味噌とか醤油とか、うん、麹とか、うんうん、それこそ卵かけご飯の、うん、専用の醤油とかあるんですけれども美味しいんです。卵かけご飯の専用の醤油ってあるの？あるんですよ。知ってた？それがすごくなんだ知ってるんです、うん、ブランディングですよそれもね。そうなんです、うん、へえ、それ知らなかった、うん、へえ。そこであのまあすごそのまあ味噌麹みたいな、うん、醤油麹だったかな、うんうん、につけた、まあうん、豚がある、うん、豚肉があるんですけれども、うん、それもやっぱりその土地で作られた豚肉なんですけれども、うん、その豚肉を使ってまああのみんなで試食会をするのに、まあ、私は2回やったんですね、うんうんうん、で1店舗目も行ったし2店舗目も行ったんだけれども、うん、やっぱりこうその作り店その素材の、うんうん、生かし方によって全然同じもの商品なのに美味しかったりそうではない違う風な方向に行ったりとか、うんうん、そのやっぱり個人の好みもあるんだろうけれども、うんうん、私は前の方が美味しかったとか、うん、私は今回の方が美味しかったとか、うんうんうん、いろいろ、うん、それでもそれはそのやっぱフェイスブックでみんなつながった、はい、そうですね。そこでもう呼びかけるんですごいね。だからリアルのイベントって意外とね、うん、さっきもあの安井さんがツイートしたけど、はい、やってみたいって言うけど意外とそのリアルで会う、うん、まあセミナーとかそういうのはあるけど、うん、そういうフェイスブックでじゃあ集まろうっつってパッと集まるっていうのも意外とないような気がするけどね。東京だとあまりないですか？ないよね、あんまりね。セミナーとかはね、だからフェイスブックの活用セミナーやりますとかあるけど、フェイスブックでじゃあいついつ集まろうっていう、うん、そういうのあんまりないよね。あ、そうなんですか。ある、そういうの多い、うん、あるんだね。いいね、それね、うん、だからこの間あの出た横田さんの時も、うん、もうイベントうんうん、ツイートジャックしちゃうみたいな感じですぐイベントができたりとか、ね、ユーストリームね、ユーストリームのイベントもすごい、うん、今回のゆみこさんが出るやつもね、はい、はい、それも誰だ、北岡さん、北岡さん、北岡さん、はい、そう最初の方にツイートしてくれてましたけどね、うん、はい、北岡さんが立ててねくれてね、はい、そうなんです。北岡さんって新潟の人かと思ったら違う、生田の人なんだよね、はい、仕事でこう新潟に、あ、そうなんだ、はい、へえ、ねうん、風間さんが2人でドヤ顔って言ってますけどもね、なんかすごい風間さんなんかツイートするのが喜びのように、うん、そうですね、たくさんしてくれてますね、恵子ちゃんが、うん、皆さんね、うん、ツイートすごいたくさんいっぱいなんで、うん、ごめんなさいね、あの全員読めないんで申し訳ないです、うん、これね、はい、どのことについてのツイートがよくわからないんですよ、締めは2人で変顔とかですね、うん、最後のメディカスポーズでは変顔決定とか、なんでしょうこれ勝手にもう、ね、ブランディングをどう作るかにポイントを絞ろう、うん、月岡さんありがとうございます。あ、月岡さん、はい、知ってらっしゃる、はい、あ、ご存知なんですね、はい、はい、あの年配の方なんですけれども、はい、あの似顔絵とか描いてらっしゃるんですね。私もいつか描いていただきたいんですけれども、あ、マリさんが出遅れました、呼ばれましたよねって呼んでますよ、マリさん呼んでます。あれ、さっき小沢さん、小沢さんがね、うん、
小さいところのブランディングは理解や納得をしてもらうまでの過程も大切になってきますものね。うん、こういうツイートね、いいですね、うん、ツイート大賞狙ってますか？うん、そうだよね、そうなんです、うん、家庭ね、うんうん、なんでそういうふうなそのブランディングで、うんうん、ぜひあの小沢さんが新潟に来ていただけたらなって、そんで、いいですね、そこでブランディングができたら、うん、今度販売になるんで、うん、そこでこう塚越さんに、うん、新潟に来ていただけたらいいですね、うんあうん、もう皆さん新潟行きましょうよ、はいね、すぐもイベント立ててパッと集まりますからね、すごい新潟の、だからこの間のフェイスブックのあれ、はい、人集まってた、はい、あれは何のイベントだったの？あれはやっぱり水越さんが新潟にいらっしゃる、え、あ違う違う違う、なんかつい最近そのなんかいっぱい写ってる写真があって、ね、あれですね、あれは、今年の4月から始まったんですけれども、その月の生まれ あのお誕生会を合同でやるんですよ、ね、それで集まるんだ、そうです、で前回がもう最高に40人以上集まりましたね、それもやっぱりあのさっきのたえちゃんのおかみやってるホテル瀬波観光で、うん、ちょうど夏だったんであのビアガーデンをやってたのでそこでやって、へしかもあの新潟駅までそこまで1時間まではかからないんですけども、うんうん、まあ、高速乗っていくんですけれども新潟市の人がやっぱり圧倒的に多いんですね、うん、なんだけどわざわざその新潟の新潟県ってこう南北に長い日本の地図をこう縮小したような形なんで、その北の方にあるんですね、新潟市はまあ同じ開発地区でも中寄りな南寄りなんですけれども、うん、結構やっぱ距離走るんですよ、うんうん、だからほとんど新潟市の人が多いんですけども、うん、そこまでその高速乗ってまで行くぐらいの距離なんだけれども、うん、当然ホテルなんで、うん、送迎バスがあるじゃないですか、うんうん、そこでもう新潟駅でみんなで集合して、ほうなんで全然飲んでも新潟駅まで送ってくれるし、ね、そういうのもあるんですね、はい、すごく楽しかったですよ、まあ、だからそういうふうにですね、みんなでまあね、うん、フェイスブックを使って利用してまあ集まったりイベントしたりしてるんだけど、はい、それぞれフェイスブックを使って、はい、売り上げを上げてるとか、はい、うまくいってるっていう、なんかそういう事例とかってなんか知り合いのところあるの？やっぱり横田さんだと思いますね、横田さんはすごいですね、すごいですよ、うん、水越さんを、うん、あの新潟にねいやあれユーストリーム上で言われちゃうね、そうなんですよ、うん、いやそういうところを、うん、あのいやだから僕ね、横田からテクニックを教わりたいなって、そうそう、横田さんもその、うん、ネットビジネス研究会でしたっけ、はい、あれやって、はい、今まで出た人とか見たら、うん、熊坂さんなんか結構前にも出られたりとかね、はいはい、いやすごいなと思ってね、いろんな人、はい、あの積極性がね本当すごいなと思います、はいはい、で今はもういろんなところでその話をね、はい、やってるじゃないですか、はい、うん、梶原さんってあれでしょ、はい、クリーニング屋さんの梶原さんでしょ、そうですね、はい、梶原さんどうなんですか、そのフェイスブック使ってこう今仕事に生かし、なんかまずサムネイルを変えたんですよね、写真を、あれ違ったよねこれ、そうなんですよ、なんで変えたの、その理由はわからないんですけれどもあ、そう、はい、でもう全部こうかっこいい感じでかっこいい感じなってるんですけども、なるほど、下の方は変顔になってるんですよ、梶原さんが新潟変顔愛好会を作ったのきっかけを作った張本人なんです、へえ、うん、そうなんだ、すごい、私の一つ上の人なんですけれども、え、一つ上の何、あ、年がってこと、年が、はい、はい、いや梶原さんはクリーニングショップを経営してるんでしょ、うん、そうです、だからかなり有名で百貨店とか、あ、そう、もう、はい、だからフェイスブックをどういうふうにしてこうお仕事に利用してるのかね、活用してるのかぜひ聞きたいですね、うんうん、梶原さん、うん、ぜひ教えてくださいよ、前梶原さんがずいぶん前なんですけども、やっぱり百貨店さんで男性のワイシャツのこう、うん、首の汚れを、はい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 、なんかこう汚い呼び方で言うじゃないですか、うん、それをこう百貨店さん向けのこうネーミングをどういう風なネーミングにしたらいいのか、うん、アイデアくださいみたいなことをこう言ってたんですね、フェイスブックで、フェイスブックで、そしたらこういろいろやっぱりそこにコメントが
出てきて、そういう使い方をね、はいはい、されてるんだ。そうなんですよ。へえ、うん、やっぱり汚れの首輪ってこうイメージ的に汚いっていう風な感じだけども、うん、それをこうやっぱり百貨店さん向け用の言葉、ね、うん、うん、そういう風に使ってるわけですよね、うん、ですだからも、うん、よくそのフェイスブックで、はい、あのフェイスブックページを使ってね、はい、ビジネスに生かしましょうっていう話してるけど、うん、はい、なかなかうまくいってない人の方がほとんどだと思うんですけどね、はい、それでよくうまくいってる人の話聞くと、うん、やっぱりフェイスブックページを使ってそのお客さんと、うんうん、例えばさっき言ったようにその、まあ、その買いに来てくれたお客さんのために何かを、はい、商品を、はい、まあ、プレゼントして、はい、まあ、それをこう一緒に写真を写して、はい、まあ、コミュニケーションを取るとかね、はい、なんかその、まあ、とにかくそのお客さんとコミュニケーションを取るっていうことを、うん、をフェイスブックページで、やってると、はい、いう事例をねよく聞くんですけども、はい、梶原さんがあえて自分では宣伝しないで、そう、あの新潟のいいところは、うん、その本人が困ってると助けてくれるんですよね、フェイスブック上で、うん、例えばあのなんかこう横田さんの名前を散々出すんですけども、横田さんが、まあ、メディカツに出るってなると、まあまあ、横田さんが自分が出るよっていうよりもその友達が、ね、うん、人がね、他の人がね応援してくれるんですよ、ね、うん、でまたその応援してくれる人がそのイベントを立てるとかね、そうなんですよ、うん、それがで、それをまたシェアしたりとかするので、どん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 広がっていくんですよ。自分からこう売り込むようなあれだとうまくいかないからね。そうなんです。そこに横田すごいよく分かってるんだよね。うん、うん、その仕組みを教えて、うん、なるほどね、うん、はい、まあまあね、はい、まあ本当に最近独立されたという、うん、はい、斉藤さんですけども、はい、東京に出てくることは多いんですか？あんまりないの？あの多い時は多かったんですけれども、最近はあのやっぱり地元でこういろんなところを見て研究したりとか、うん、ね、はいはい、うん、違う友達からこう、うん、情報を収集したりとかっていうのがあるんで、うんうんうん、まずね皆さんね、うん、あのここは今日初めて斉藤さんをね、はい、知った方もいると思うんですよ、はい、ぜひ Facebook をね、はい、斉藤由美子で検索してぜひその魅力に触れていただきたいと、うん、多分あの私のその本名で名前を検索すると今のところ2人しかいないんですよ。ああでも2人いるんだ。いるんですよ。へー、うん、でもその方はフェイスブックはされてない方なんですね。なんであの、まあ、難しいサイトにあの夕方の夕の由美子なんであんまりいないんで、うんうん、あのフェイスブックの顔はすごい普通な顔だよね、はい、あれはあのさっきから変顔せえ変顔せえって言ってるたけ、うん、ちゃんのお家で撮ってもらったんですね。あのたまたまたけちゃんのお家であの奥さんがガラス工房やってるんですよ。ネックレスとか、はいはいはい、イヤリングとかピアスとか、はい、それをあのフリーマーケットで売ってたんですけど、うん、その日に私は行くことができなかったんですよ、うん、それでたけちゃん家に遊びに行って来ればっていうふうにたけちゃんが誘ってくれたんで、うん、その時の値段でいいよって言ってくれたんで、ん私は そこで6本ぐらい買ったんですよ。なるほど、うん、すごいなんかあの新潟では珍しい、多分全国でも珍しい作り方をしてる、うん、うん、それもあずさちゃんっていう人なんですけども、あずさちゃんがもう独学で学んだ作り方なんですよね、うん、今日ちょっとしてこなかったんですけども、うん、その時にあずさちゃんが私につけてくれて、あの記念の一枚に撮ってもらった、うん、その写真がね、うん、が使われてますんで、はい、皆さんね、ぜひ、あ、でもあれか、Facebook は実際に会った人だけやってるんだよね、はい、友達、うん、でもこれからはあのつながり共通した友達が何人かいたらちょっとチャレンジして、ね、余計に増やそうとは思わないですけれども、はい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 、うん、そういうふうなのも。フェイスブックページは？あ、あります。あ、ある？二つあるんです。あれ？そうなんだ。あります。それって、はい、あの個人のページからリンク貼ったの？貼ってはない？ありますよ。個人の私のあのプロフィールのところに行くと、あのあります。そこから行けるように。ちょっと待って。はい。あるんですよ、実は。これのその
ここの上のところも押すと。どれ？これ？はい。これ？はい。これ Facebook ページなの？あ、そうです。あ、いいねしてあるじゃん。これ映していいですかね？はい、はい、大丈夫です。はい、今画面出てますかね？あ、出てますね。はい、こっち私、はい、ちょっとでかいのこの下の画面。下の画面ちょっとでかいけどちょっと勘弁してもらいましょう。うんうんうん、これがね、斉藤さんの Facebook ページね、はいはい。美容師のリーダーは店長を育てる世話人。はい。っていうことでね。はい、そうです。で、あの私ブログもしてるので。この写真。あ、それは家庭用のシャワーヘッドなんですけれども。いいですか？いいですよ。これ何してるんでしょ？メガネ女子になってるんですけれども、はい、うん、それを使うと、うん、まあ、いろんな今結構お水にこだわってる美容室が多いんですよ。へ、うん、やっぱりアンチエイジングもそうだし、なるほどなるほど、そうかそうか、毛穴とかの汚れとかもそうなんですけれども、うん、あの今結構シャワーヘッドって、うん、安いのもあれば、うん、本当 3,4 万するのとかを、うん、結構女性は平気で買ったりとかするんですね。おー、うん、なるほどね。それくらいこだわってるんですよ、やっぱり女性って。うん、で、これはあのマイクロバブルって言って、うん、その水と空気だけで、もう日本独自の商品なんですけれども、それによってあの汚れをこう浮かせるっていう。なるほど。うん、本当目に見えない細かい泡でやるっていうものなんで、壊れない、もう本当に永久、半永久的に使えるんですね。いろいろこう炭酸水とかもあるんですけれども、うん、それってやっぱりこうガスとかは消耗品なんで、はい、減れば買わなきゃいけないし、その装置を入れるのにすっごいやっぱりお金かかるんですよ、もう。なんだけども、あの家庭用のもあるし、あと業務用だとこれまずいですか？これ別に大丈夫ですよ。これ誰ですか？それ恵子ちゃんなんです。あ、これ恵子ちゃんまずいんじゃないですか？恵子ちゃんなんです。多分大丈夫ですよ。大丈夫ですか？うん、喜ぶと思います。逆に、はい、これいいじゃないですか、これ恵子ちゃんね。これはあのそれこそ新しいメニューを、そのこれ素敵ですよ、はい、大関さんが、はい、あのまあ、恵子ちゃんが、うん、あのお子さんを産んでから、はいはい、2人お子さんがすごく可愛くて若く見えるんですけど、2人お子さんがいるんですけども、あの自分が昔イケてた時のパンツが入らないっていうので骨盤矯正をするのに、大関さん、そうです、登場、大関さんが、はい、それであの恵子ちゃんと私が、まあ、モニターになって、はいはい、実際やったら、結果が出たんですよ、うん、だからそれを今度大関さんが新しいメニューとして、うん、いいですね、うん、協力してね、もう結果が出たんで、なるほど、うん、骨盤矯正って言っても、その骨盤だけを治すわけじゃなくて、結局やっぱ全身なんですよね、はいはい、なるほどね、うん、でその後のこうアフターのこととかも、はい、あの大関さんは教えてくれるので、ええ、はい、その写真も、これは何でしょう？それはあの佐渡、新潟の佐渡島での合宿で、佐渡合宿ね、はいはい、あの横田さんと、はいはい、あとは坂田さん、はい、あ、坂田さんダブルいますね、坂田さん、はい、あ、隠れ、あ、写ってますね、はい、はい、それでこれが、これがこの間ね、あ、そうです、男女会ですね、Facebook で集まった、はい、そうです、こういうイベントが繰り広げられてるということなんですね、はい、はい、すっごく楽しいですよ、はい、お誕生会、あ、皆さんね、こういうのが、うん、お誕生会ですよ、こういう、はい、お誕生会をやる、すごいですね、うん、しかもお誕生日の人は無料なんですよ、あ、うん、そうじゃない人はあの1人1000円以内で収まる何か一品、一品とか、はいはいはい、まあ、1000円以内で収まるものを持ってくればいいっていう、はい、なるほど、うん、いやー、でもこの Facebook ページもね、121人います、はい、ね、いいね、いいじゃないですか、ブログとこうリンクさせるような形にしてるわね、はい、してるので、はい、そこで最初はあの、まあ、友達が、うん、応援してくれたんですけども、うんうん、ブログを更新していくとこう、うん、いいねボタンを押していただいてるので、うん、やっぱり美容関係の人が結構多いんですね、うんうんうん、なるほどね、うん、なんかすごいお知り合いとかお尻プリンプリンとかなんかすごい、そうなんです、私があのそう知り合いをあえて言葉を、うん、お知り合いの愛を、はいはいはい、愛情の愛にして、おで、私たちお知り合いの仲なのっていうふうに
なるほど、ね、そういう言葉とかを当て字とかを探すのとか作るのが好きなんですよ。誰が？私が。ああ、へえ、うん、そうなんだ。面白いですね。うんうん、あとはやっぱりこうポップの、うんうん、どこでもやっぱポップとか気になったり。そういうのもね。はい。それ重要ですよね、ポップ。そうなんですよ。うん、それどんなに物が良くても大したものじゃなくてもポップ一つで全然こう、うん、なるほど、売り上げが違うので、うんうん。そうだよね。それあるよね。うん、そうなんですよ。まあね、本当だから。うん、まあ、今日もちょっとお話聞いてて、はい、いろいろやっぱり由美子さんにね、はい、いやこの多分今日はですね、はい、400、500人見てると思うんですよ。だからその新潟のね、はい、美容師さんも多分見てると思うんですよ、はい、ぜひね新潟の美容師さん、あの由美子さんに、あのぜひ入っていただいてね、はい、絶対あの由美子さんに見ていただいたらね、もう繁盛店間違いないですよ。あのそのね、中の店員さんの変顔の写真をこういっぱいね、あ、そうですね、貼るとかね、はい、そうです、うんうんうん、本当でしょうか。あの勧めた美容室とかありますよ、うん、それをあの写真を貼り付けてるんじゃなくて、あの今フォト何でしたか、あ、フォトフレーム、そうですそうです、それでね流してるところとか、あ、変顔、そうなんですよ、変顔以外もあるんで、時折変顔が現れる、それがいいんだ、はい、へー、うん、え、美容室で、うん、そうなんです、そういうふうに言ってるわけ、そういうのもあるだよって言ったら、やってるんだ、本当にやっちゃってるよって思って見に行ったら、あ、でも結構それ面白いんじゃない、うん、やっぱりあのそれ変顔ばっかりでちょっとね、うん、そうなんですあれだけど、こうかっこいいカットしてる姿とかもあるのに突然、ね、あの変顔が出てきたりとか、はいはい、うん、あ、それはもう、ね、はい、友達の美容室で、うん、こんな風な、実はねこういうのがあってねみたいな感じで変顔愛好家のあれを見せると、うん、面白いって、もうすっごい笑うんですよ、ね、いや、うん、ほんとね、なんか嫌なことも吹っ飛ぶような、嫌なことも吹っ飛ぶそうなんですよ、なるほど、うん、あ、うん、そうね、はい、ほんとだからね、あの、うん、ぜひ今日見た、新潟の今見てる新潟の美容室の皆様、はいはい、ぜひ、ご指名をね、はい、斉藤由美子さんにご指名をいただきたいというふうに思いますが、はい、ちょっとね時間もかなり、はい、もうね、1時間で終わりたいといつも思ってるんだけど、もう30分もオーバーしてますんで、早いですね、早いでしょ、びっくりしますね、そう思ってるって今まで一回思ってない、いや本当にね、いや本当に思ってるんだよ、もうね1時間で終わりにしようといつも思ってたけど、やっぱ伸びちゃうんだよね、で、うん、ね、はい、今日、はい、愛のツイート大賞、はい、商品は、はい、何でしょう、商品はですね、私のフェイスブックページにものサムネイルにもなってるんですけども、はは、この竹ピンブラシっていう、へえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、竹元、あ、じゃあ竹、あのバンブーピンブラシってなってるんですけども、うん、見えますか、はい、これ、はい、はい、これなんですけれども、やっぱり頭皮にいいんですね、あ、うん、あの頭にはツボがたくさんあるので、うん、それをこう、うん、ずっとこう当てたりとか、うん、知ったりとか叩いたりとか、うん、当然普通にこう溶かすのもあるし、うん、ブラッシングとかもあるんですけども、うん、静電気も起きないんですよ、うん、それがあるんですけれども、そのこの商品をこれはいつも斉藤さん勧めてるやつなの？特別は勧めてないです、私はあのもうあの商品を勧めてるっていうよりは形のないものを勧めてるんですけども、なるほど、はい、今回は特別にこう、はい、男性でも女性でも、はい、どちらでも使えるような商品を選んできて、はいはいはい、取り扱ってるんですけども、はいはい、それを、はい、ぜひ、わかりました、1名の方でね、はい、何ブラシでしたっけ、竹ピンブラシですね、竹た、あの、うん、ちょっとカッコつけてバンブーになってるんですけども、竹ピンブラシね、はい、そうです、これを、はい、これ女性でも男性でも大丈夫ですよ、うん、あ、どっちのおすすめとか別にないんですか、ね、私は男性におすすめですね、男性ね、はい、ということで、じゃあちょっとね、はい、愛のツイート大賞、はい、お一人、はい、もしあれしたら ゆうこ姉さんが選んでいただいてもいいんですか、いいですか、 いいですよ、いいですか、全然、どなたが、はい、そしたら、あ、ちょっと待ってよ、みんなドキドキしてると思うんだよね今さあ、1名の方に竹ピンブラシ、誰にしよっかなさあ、
エガちゃん。エガちゃん。エガちゃんって誰？エガちゃんって言ったら怒られるかもしれない。梶原さんです。あ。梶原さんです。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。梶原さん、はい、ブラシで溶かす髪がねえってツイートしてるのに、その梶原さんにあげるんですね。そうです。梶原さん、おめでとうございます。はい。梶原さんが、はい、ブラシで溶かす髪がねえって言ってるにもかかわらず、はい、梶原さん、はい、それは理由は？やっぱりあの残った髪をいつまでも残った髪をいつまでも俺かいって言った俺が。そうなんです。そうなんです。うん、あ、はい。いや、皆さん、いや、みんなすごい受けてますね。ね、はい。ええー、皆さんおめでとう。はい。梶原さんね。はい。おめでとうございます。ぜひ使ってください。梶原さん。今日これはうちの方から発送しないで持ち帰っていただいて、はい、そしたら分かった。はい、あ、そうか。はい、ですね。はい。梶原さん。そしたら直接あの彼に、はい、あの使い方とかも、はい、ね、おめでとうございます梶原さんね。おめでとうございます。ということで、はい、めでたくですね、はい、愛のツイート大賞も決まったところで、はい、最後にですね、はい、メディカツポーズを、はい、これ前にやって大関さんとやって反対だ、多分ね反対側にやったと思うんですけどね。ちょっと、リハーサルするとですね、はい、カメラあっちですよ、はい、火曜の夜を楽しむにはここまで、うん、これもやってね、カメラを楽しむにはって言ったら、うん、メディ…ハート？ハート？ M です。 M です。あ、ごめんなさい、今ごとという感じがしますけど、そっから M ですよ。 M ですよね。メディ、あ、そう、どっちか分かってます、はい、メディ勝つは、勝つはこっちじゃないんですよね。え、そっち逆です。なんですよね、メディ前こっちやって勝つです。こうなんですよね。 あの首を動かす、そうですね、手は残して勝 勝つ。はい、わ、はい、かりました。失敗したらごめんなさい、きっといきますよ。それをね、みんなが期待してると思うんだけど、逆に、はい。はい、ちょっと待ってください、はい、今井さんがですね、はい、受賞の可能性はあったんだなっていう、ツイート、この間もね、今井さんが僕は一生当たらないなっていうツイートしても今井さん、最後に出てきてよ、忘れてたよ今井さんのツイート。お友達でいらっしゃるんですか？あ、いや、もう今井さんはね、もう、はい、師匠ですね。あ、そうなんですか。今井さんはですね、はい、プレスリリースを、はい、の神様、はい、プレスリリースをちょっと出てくる、ごめんなさい。プレスリリースのね、いや、セミナーとかでいろいろ教えてくれるんですよ。あ、そうなんですか。もう本当、まだ私ね、はい、今井さんのセミナーを受けた後、はい、今年中に実行しますって言って、去年、はい、言いまして、まだやってません。今井さん、あの、今度やりますんでね、はい、じゃあメディカツポーズ、別のポーズね、はい、はい、いいですか、はい、カメラ中ですよ。はい、わかりました。火曜の夜を楽しむにはメディカツ。これでいいでしょうか。はい、ありがとうございます。多分ね、新潟の方は不満に思ってると思うんですよ、はい。変顔出さなかったから、普通かよと、普通かよと、うんうん。でもこれ精一杯です、すいませんね、許してくださいね。ここが見どころとか、ここが見どころとかね。本当だ。ゆとりさん、ここが見どころね、うん、ありがとうございます、うん。皆さんね、本当にね、たくさんのツイートありがとうございます。そうですね、今こそ変顔、今こそ変顔とかですね、うん、すごい変顔の ツイートの嵐ですけどね、本当に皆さんごめんなさいね。うん、変顔ってどういうの？ゆみこさんがやる変顔って。あの、もしあれしたら、これやっていただいても結構なんですよ。あの、別にあの私の中では普通なんですけれども、はい、うん、別によく食べてる顔がある、はい、よく食べてるよねってよく言われるんですけども、食べてる時に変な顔したりとか。あ、なるほどね、うん。今日ホテルで朝、はい、なんか撮ってたじゃないですか、うん、食べてるやつ、あれは、あれは変顔ですか、あれ。ただ単に普通にフォークで刺してサラダか何かをこう口に運んでる顔を写しただけなのに、口から何か出てる、変顔として口から出てるよとか。そういうことですね。そうなんですよ。あ、じゃあ変顔としてなんか作ってる顔じゃなくて、そういうことなんですね、うん。でもあのそこに
あの新潟の変顔愛好家のところには作ってる時もあります。はい、わかりました、うん、あの変顔はぜひ、ね、YouTube で皆さん見ていただけたらというふうに思いますけどね、はい、ということで、はい、あの今日はね本当新潟のお仲間の方がたくさんね、はい、あ、金光さんもね最後に変顔家って金光さんもですか、言ってますけどもねあ、あ、上崎さんメディカスありがとうございます。最後にですね出てきていらっしゃる方もありがとうございますね、うん、はい、ありがとうございます。たくさんの方見ていただきました。はい、結構あの新潟のその佐渡島の、はい、うん、人とかも見てくれてるんですね、はい、はい、ありがとうございま す, います、ね、本当にたくさんの方見ていただきました、うん、ありがとうございました。本当佐渡とかはおすすめの観光地ですね。佐渡ね、佐渡行ってみたいですね、はい、すごく良かったです、うん、はい、はい、ということで、はい、今日はですね、はい、新潟からわざわざねお越しいただきました。はい、美容サロン辛口アドバイザーの斉藤由美子さんにお越しいただきました。はい、佐藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、はい、来週はですね、あ、来週というよりも今来月、はい、一番最後の週は今度また新潟から小紫さん、はい、コムちゃん、コムちゃん、はい、ね、出ますんで、はい、新潟の方ぜひですね来月、はい、最後の週ね見ていただきたいと思いますけども、はい、ということで、はい、メディカス今日はですねこれにて、終了ということで、この後、はい、メガ盛りチャーハン楽しみにしてました多分その時に変顔の写真がね登場するんじゃないかと期待しておりますけども、うん、この後ねメガ盛りチャーハン行きたいと思います。はい、はい、ということで、はい、斉藤由美子さんでした。それでは皆さんさようなら。